マツダスカヤクティブ D ドクオンディーゼル自動車とはディーゼル機関を動力とする自動車であり特徴としてピストンスピードが低い状況でも大きなトルクが得られ回転数を上げる必要がないため機械的な損耗を抑えられ特に巡航時の空燃比は2 1から61程度となるため熱効率が高いことが挙げられる燃料に経油を用いることから 軽油車と呼ばれることもある。内燃機関と言われるエンジンは燃料をシリンダー内で燃焼させ、膨張エネルギーを利用してピストンを押し下げて往復運動をクランクを使って回転運動にして利用する。ディーゼルエンジンは空気を圧縮して燃料の発火温度を超える状態にしたシリンダーの中に軽油などの燃料を霧状に噴出して燃焼させる。 ガソリンエンジンとの違いは、点火装置がないことである。寒冷環境下では燃焼室内の温度が上がりづらく、指導性が悪化するため、複室式ではグロープラグ、直噴式ではインテークヒーターなどを使い、数秒から数十秒のプレヒートを行い、指導直後も安定燃焼のためのアフターヒートが必要となる。キャブレター式のガソリンエンジンが指導できないような極低温時でも、 ディーゼルエンジンは余熱さえ行えば始動させることができる。ただし、ガソリンに比べ軽油燃料は基本的に粘性が高く、低温環境では、ローブンが積出して流動性が損なわれるため、寒冷地向けに調整された燃料を用いるなどの配慮は要する。つまり、豪雪地帯を走るときは、現地で寒冷地対応の燃料を補給することを推奨する。日本国内では、 大気汚染への関心が高く、すすが目に見え、排気ガスの匂いが強いディーゼル車は交換されていなかった。他方、ヨーロッパでは乗用車の過半数をディーゼル車が占めている国もある。同地では、養分の少ない経由が使用され、酸化触媒とパティキュレートフィルターが普及している。また、欧州を中心とした超低 PM 排出ディーゼル車、スーパークリーンディーゼル車などの技術革新により、 騒音の低減や倍煙有害な排出ガスは軽減したとされていた。一方、北、アメリカではディーゼル乗用車はほとんど普及しなかった。都市部で大型車の利用がないサービスステーションでは経由を販売しない店舗がほとんどである。このようにディーゼル車をめぐる状況は日本、ヨーロッパ、北米で全く異なったものとなっている。日本でディーゼル乗用車が広く受け入れられるには クリーンディーゼルエンジン車の普及まで待たれることになった。ディーゼルエンジンは、機械的に堅牢であること、着火に電気が不要なこと、熱効率が良い結果、燃費に優れ、また排出ガスも比較的安全なことから、自動車への適用が開発の初期から期待された。しかしながら、初期のディーゼルエンジンは、燃料噴射に圧縮空気を用いており、そのために空気圧縮機を備えなければならず、 車載に適した小型ディーゼルエンジンの開発は困難であった。結果、実際にディーゼル自動車が市販されたのはガソリン自動車よりも遅い1920年代で無機噴射式の高速ディーゼルエンジンの実用化がキーとなった。1924年にドイツのメーカー2社がそれぞれ別の方式で実用化したのが最初である。ベンツが4年消失式エンジンを また漫画化流出式エンジンをそれぞれ実用化して発表。これらはトラックやバス用の動力として利用され、乗用車への搭載施策も1920年代から始まっていたが、振動の激しさと小型化の混乱がネックとなって市販されるに至らず、市場に出た最初は1936年発売のメルセデスベンツ 260D であった。 ガバナー付きの燃料噴射ポンプを採用したことにより、低回転でのトルク特性が向上し、従来のディーゼルエンジンよりも扱いやすくなった。水冷直列4気筒、排気量 2550cc、出力 45hp、3000rpm の4年消失式ディーゼルが搭載されたが、ガソリンエンジンに比べて速度性能が劣り、振動や騒音も大きいことから、 タクシーなど業務用途での利用が想定されていた。それにもかかわらず、少年費性能の優秀さから、オーナードライバーの支持をもえて、予想外の人気モデルとなった。第二次世界大戦前後を通じて、主要各国は、トラックバスを中心にディーゼルエンジンの導入を積極的に推進し、大廃棄量化が容易で経済性に優れることから、1960年代までに、 大型商用車においてディーゼルエンジンは世界的主流となった。現在までその傾向は続いており、現状の技術では代替可能な動力機関が存在しないことから、今後もディーゼル自動車主流の情勢は動かないと考えられるが、大排気量高速ディーゼル機関の排出ガスは環境悪化の一因であることが指摘されており、各国で程度の差はあるものの排出ガス浄化対策が、 進められている。また、小型高速ディーゼルエンジンの分野でも、先駆的なダイムラーベンツやプジョーに影響され、ヨーロッパや日本で開発が進んだ。そして1970年代のオイルショックは、燃料節約の検知から、乗用車へのディーゼルエンジン普及を著しく促した。ヨーロッパではこの流れが二酸化炭素排出の少なさと、相まって、21世紀に至っても長く続いており、 新技術の導入によってガソリンエンジン車に比した場合の性能的劣位が克服されつつあるばかりかターボチャージャーとの組み合わせによりトルクの大きさとトルクバンドの広さはガソリンエンジンのそれを大きく上回っているアメリカ合衆国ではその普及は限定的なものに止まった日本ではオイルショック後走行距離が伸びる傾向の北海道など一部地域で普及し 一定のシェアを得ていたが、その後の排気ガス規制強化によって排気ガス浄化の困難さからメーカーによる日本国内向けラインナップの縮小が進んだことで結果的に市場から撤退となり、1990年代以降から2000年代においてディーゼル乗用車市場は壊滅状態となっていた。大型自動車と乗用車に共通する課題は排出ガスの環境影響であり、 各国のメーカーが取り組みを続けているが、根本的な解決には至っていない。自動車用エンジンは負荷変動が大きく、それに追従できることが必要である。自然吸気エンジンが広く用いられ、下級エンジンも存在したが、下級圧は他の用途のディーゼルエンジンと比較して、低く抑えられていた。自然吸気エンジンの場合、同排気量のガソリンエンジンと比較して、 トルクが低いためやや排気量の大きいエンジンが用いられていた。ターボ化級技術の発達と排出ガス規制の強化、より低燃費、エンジンの小型化等の要請によりターボの採用、高性能化が進められた。窒素酸化物の低減のためガソリンエンジンより多量の排気再循環が行われている。EGR により燃焼温度が下げられ燃焼室内での 窒素酸化物の発生量が抑えられるが EGR を行うと吸気中の酸素が減るため出力維持のためには下級が必須となる。窒素酸化物の低減には圧縮比を下げることも有効であり特別な NOX5 処理装置なしで日用の排出ガス規制をクリアしたマツダスカイアクティブ D では14.01と14.81となっている。 単純に圧縮比を下げただけでは、熱効率や指導性が悪化するので、バルブタイミングと噴射タイミングの変更や噴射ノズルの改良が必要である。通常、ディーゼルエンジンでもガソリンエンジンと同様に、吸気バルブは加支点後に閉じる。これは吸気には慣性があるため、下支点で閉じるよりも加支点を過ぎてから閉じる方が、充填効率を高めることができるからである。だが、 低回転域では吸気を押し戻す作用もあって、実行圧縮比が低下することになり、指導性は悪くなり、圧縮比自体を高くしなければならない。現在では、吸気バルブを閉じるタイミングを可視点に近づけ、低回転での実行圧縮比を高めている。圧縮比自体を低くすることにより、窒素酸化物の生成量を抑えられ、EGR 量を減らすことが可能になり、高出力化にもつながっている。 また、三菱自動車のように、可変バルブ機構を用い、低回転でのバルブタイミングを変更することにより、圧縮比を下げるという試みもされるようになっている。ディーゼル燃料の因果点はガソリンに比べて高く、事故時の安全性は比較的高い。そのため、攻撃を受けることを前提とした、軍用車両や、事故を起こすと第3次になりやすい薬品や燃料の輸送車などは、 ディーゼルであることが多い。風は、ディーゼル排出ガスを肺がんを誘発する、一級発がん物質に分類した。これは、タバコの煙、酒、石綿、プルトニウム、ヒ素などと同じである。米、シーが1万2000人の交付を調査した結果、ディーゼル排出ガスに強く露出した、喫煙つ交付の肺がん発生率が、一般喫煙者の7倍であり、 関節喫煙よりディーゼル排気ガスを吸うことの方が危険だとしている。風の付属機関、国際ん研究機関は、膀胱が癌のリスク増大にも明らかな関連性があると発表している。また、ディーゼル自動車の排ガスが花粉症を引き起こす一つの原因とされる調査結果があるが、東京都の依頼を受けて調査を行ったディーゼル車排出ガスと花粉症の 関連に関する調査委員会は、平成15年5月にディーゼル車排出ガスの暴露が花粉症患者の割合を増加させているという疫学的証明は得られなかったと発表している。粒子状物質と窒素酸化物は燃焼状態により発生状況が異なるので、現状では片方を減らそうとすれば、もう片方が増加してしまう。大量の EGR と噴射を数回に分けることで、 燃焼時の急激な温度と圧力の上昇を防いで NOX の発生を抑え、さらに DPF で PM を捕捉する方式が商用車と乗用車で実用化されている。NOX については、排気に尿素水を噴射し、一旦アンモニアを生成し、それを触媒によって窒素と水に還元し、無毒化する尿素 SCR 還元システムがトラックとバスで実用化され、 一部の乗用車にも採用されている。トヨタの DPNR は DPF に NOX 急増還元触媒の機能を追加、PM の浄化時に NOX も同時還元できる。欧州向けの乗用ディーゼルと国内のトラックに採用されている。2006年9月、ホンダは乗用車用に適した2層構造の NOX 急増還元触媒を発表した。これはアンモニアを 触媒内部で生成するもので、従来の触媒より効率よく NOX を還元できる。2007年8月に、日産も二層構造の NOX、急増還元触媒を発表した。吸着した HC に O2 を加えて、NOX を還元する。2008年4月に、フォルクスワーゲンは、高圧と低圧の2つの EGR を組み合わせたシステムに、 dpf や nox 急増還元触媒を組み合わせて米国の排ガス規制をクリアするシステムを発表した。ただしフォルクスワーゲンのディーゼル自動車は排出ガス規制を不正に誤魔化していたことが2015年に判明した。このスキャンダルにより全メーカーのディーゼル自動車の実際の環境対応性能について強い疑念が生じることとなった。スペースに 余裕のあるトラックやバスでは NOX の発生を抑えて DPF を適用して PM を浄化するか PM の発生を抑えて尿素 SCR 還元システムで NOX を吸収するという方法で規制をクリアしているがスペースの限られた乗用車ディーゼルでは DPF と NOX 後処理装置を欧州、日本、米国で規制値に合わせて組み合わせていると思われる 日米王におけるディーゼル規制を挙げる。詳細は自動車排出ガス規制ディーゼル車の超短期規制を参照短期規制、長期規制、新短期規制、新長期規制ポスト、新長期規制蒸気のように段階的な自動車排出ガス規制が実施されている。2002年施行の新短期規制を達成していないディーゼルエンジンを搭載した用途が貨物かつ初度登録から7年を経過した車両は 首都圏や兵庫県の一部に設定された特定地域に乗り入れができない。地域によって規制値は異なり、首都圏については、中量貨物車の PM 値について、新短期規制の2分の1となる。また2009年1月より、後日の自動車 NOX、PM 法を達成しないディーゼル車について、大阪府でも着発規制が行われる。新短期規制は、規制物質によっては、 ガソリン車のおよそ3倍が許容される内容であった。2009年規制において、ガソリン車に追いつくまでの水準となっている。特定地域を対象にして1992年に制定された自動車 NOX-PM 法により、首都圏、中京圏、近畿圏に指定された地域を使用の本拠とする車両は、上記の新短期規制と同程度の基準、ただし車両総重量2.5トン以下の、 貨物自動車及び乗用車の PM 規制値については、新幹期規制値の2分の1を達成していなければ、新規登録及び初度登録から82年目以降は、車検継続ができず、使用継続できない。さらに2003年10月から、首都圏1と3県で実施されたディーゼル車、規制条例では、国の規制を満たさないディーゼル車が当初部以外の、都内全域で運行することを禁止している。 それにより、公害の状況が改善された。詳細は、ディーゼル車規制条例を参照関連制度排出ガス規制と識別記号の一覧、編集国土交通省は自動車排出ガス規制の識別記号を定めている。1970年頃は、各国でディーゼル車は、商用車、大型車においては主流であったが、乗用車や小型車ではその比率はわずかであった。 1970年代の石油危機以降は、熱効率の高いディーゼル乗用車が登場したが、シェアはあまり伸びなかった。ディーゼル乗用車の普及状況は、各国で大きく異なっており、西欧やインドでは、乗用車の新車登録の半数以上が、ディーゼル車であるが、中国、米国、日本などでは、数パーセントでしかない。世界の小型、大型、乗用、 商用を含めたディーゼル車の約半分が欧州で販売されており、乗用車に限ってみると3分の2が欧州で販売されている。ついで、インドが15%で、欧州とインドでディーゼル乗用車の約8割が販売されている。2007年の世界の新車販売台数は6621万台で、ディーゼル車は その23.6%の1366万台であった。以降、西欧ではディーゼル車の比率が現状維持で販売台数は横ばいで推移するが、東欧、アジア、北米で増加し、2017年には2倍以上の2893万台となりシェアは31.4%となるとの予測も出されている。 次世代自動車であるハイブリッド車の世界販売は2007年には約50万台とディーゼル乗用車の20分の1以下であった。なお2012年のハイブリッド車の販売は162万台で、その半分の約86万台は日本向け約25%の43万台が、米国向け、西欧向けは約13万台であった。自動車が 合理的に発生すると予想することができる条件下で排出制御システムの効率を低下させる任意の装置をディフィートデバイスと排出ガスを著しく悪化させるエンジン制御をディフィートストラテジーと呼ぶディフィートデバイスはアメリカ合衆国及び EU では違法である。2015年9月18日アメリカ合衆国環境保護庁は フォルクスワーゲンの一部のディーゼルエンジン搭載車でこのディフィートデバイスを使った不正が行われていたことを公表した。9月20日にはこの不正を認める声明をフォルクスワーゲングループの CEO が出した。検査にかけられていることを駅が判断し、その間は排ガス浄化装置をフル稼働して排ガス基準を達成するが、通常走行時は装置を十分に稼働させずに、 完全燃焼を優先、その結果、窒素酸化物が最大で規制値の40倍となる場合もあるとされた。浄化装置を常時フル稼働させると出力、燃費、及び部品寿命の悪化があるためと推測される。同系エンジン搭載者は、グループ企業のアウディも含め、アメリカ合衆国で約50万台、全世界で約1、100万台に上り、不正に対する課徴金、 機器の回収費用、顧客への賠償、民事訴訟等による経営、販売環境の悪化が懸念されている。なお、ディーゼル車のテスト時と実装工事の汚染物質排出量の著しい乖離について、フォルクスワーゲンの不正が EPA により告発される以前から、幾度により繰り返し指摘されてきた。だが走行中の車に搭載できるポータブル、測定装置の未熟さや、 実装工事で完全に同一な試験条件を適用することの困難などを理由に見過ごされてきた。日本でもディフィートストラテジーは問題視されてきた。2011年6月、イスズ自動車のフォワードがエンジン制御のソフトウェアによって排ガス規制を無効化している事実を東京都が発見して公表。これにより当該車種はリコールとなった。この事態を重く見た国土交通省は オフサイクルにおける排出ガス低減対策検討会を立ち上げ2012年3月30日に答申を受けている。この答申に基づいた施策として2013年10月1日3.5トンを超える貨物自動車にリィフィートストラテジーを適用することを禁止した。ただしこの規制では乗用車は適用外であり、その事実はフォルクスワーゲンの問題が 顕在化した後に報道された。乗用車が適用外となっている理由を国土交通省は乗用車で不正が行われるとは想定していなかったためと説明している。米国に匹敵する自動車市場を抱えるヨーロッパでは乗用車の新車登録におけるディーゼル車の割合は1990年にはフランス30%強、ドイツスペイン約15%、英国、 イタリア6の7%等で、西欧全体では10数であったが、1999年には30%、2002年には40%と、急上昇し、2013年には5割を超えている。自動車メーカー各社から、小型車から2リットル超クラスまで様々なディーゼル車が、提供されている。フォルクスワーゲン、PSA、ルノー、欧州フォード、BMW、ダイムラーでは、 乗用車販売の6割はディーゼル車となっている。フィアットは5割、欧州 GM は4割、日本国内でほとんどディーゼルを販売していない日系メーカーでも、欧州販売の約4割はディーゼル車となっている。なお、ヨーロッパの乗用車販売における日本車のシェアは約1割ほどでトップのトヨタでも第9位の4.4%でしかない。 21世紀に入り戦術の各国の中でもフランス及びスペインではディーゼル乗用車西欧18カ国では2004年以降毎年6から700万台のディーゼル乗用車が販売されている。商用車においては乗用車よりディーゼルの比率は高いので自動車全体でのディーゼルの比率はさらに大きくなる。このディーゼル車の高い普及率から軽油とガソリンの 需要が逆転しており、ディーゼル車用の燃料として、軽油の他バイオディーゼル燃料の開発も進んでいるが、ガソリンは生きがいへ輸出という状況になっている。東欧においても傾向は同じであるが、自動車市場自体が成長中であり、西欧ではディーゼル車の販売は今後は横ばいで推移すると見られ、東欧では増加すると予想されていたが、2015年、シュピーゲルの報道によれば、 2016年9月23日、ドイツ上院がガソリン車やディーゼル車など温室効果ガスを排出する現在主流の乗用車を2030年までに欧州連合域内で販売できなくするように欧州委員会に促す決議を行ったことが分かった。欧州と日本の違い、編集米国と日本は窒素化合物を有害視するのに対し欧州では二酸化炭素の排出量を重要視する。 同排気量で比較した場合、ディーゼル車の方が燃焼効率が良いため少ない燃料で走れること、また二酸化炭素の排出量が少ないこと、という利点があり、燃料価格はガソリンと軽油とでは同一もしくは、軽油の方が高い、という状況ではありながらも手放す際により高い価格で売れること、平均的に年間2万キロは走るため燃費で元が取りやすいこと、 低速からのトルクが太く日常使用で乗りやすいこと。ただし、欧州で問題になっている排気が現在でも欧州では触媒のついていない車を経済的な理由から使用している家庭が多く、よって旧式ガソリンディーゼルエンジン車が多数走行しているのが原因である。ゆえに例えばイタリアのローマ、ミラノなどでは冬期間にユーロレイなどの旧式のエンジンの車の使用を 修条例で禁止している。主流で使われているヨーロッパのディーゼルエンジンは、コモンレール式であり、DPF も普及していることから、排出ガスの観点から見ると、ガソリン車と遜色がないはずであった。環境規制は、前日のユーロ5が、全新型車に適用されるのが2011年から、さらに次世代の規制であるユーロ6が2015年からとなっている。メーカー各社でユーロ5、 ユーロ6に対応したディーゼル乗用車の開発を及び発表を進めているが、フォルクスワーゲンの不正発覚により、実際には、米国の規制値の40倍を超える汚染物質を垂れ流す不正なディーゼルエンジン車が流通していることが明らかとなった。インドの自動車市場は、黎明期にあり、2010年の全自動車保有台数は約2、約に000、0000 000台と、 米国2.4億台の1割以下、中国の7、600万台の約4分の1でしかなかったが、2030年にかけて乗用車の保有台数は約7倍となり1億台を超えるとの見通しも出されている。インドは欧州に次ぐディーゼル乗用車の市場であり、2012年の乗用車、新車登録の半分はディーゼル車となっている。インドでは、 排気量1リットル以下から1.4リットルクラスの小型ディーゼル車が多く供給されている。2014年現在、マルチスズキが自社製品に搭載するディーゼルエンジンをフィアットから調達している。スズキでは 800cc クラスの2気筒ターボ付けディーゼルエンジンを開発中であり、近いうちにインド市場に投入する計画。実現すれば過去に生産されていたダイハツ車レードを抜き、 量販ディーゼル自動車では最小排気量となる。米国は新車販売台数では中国に抜かれたが、未だに世界最大の自動車保有国である。車社会であり、自動車が必需品であり、燃料飛行等には他国同様便感であるが、他国に比べガソリンが安いためか西欧のディーゼル車、日本のハイブリッドや軽自動車へのシフトのような顕著な動きは出ていない。米国では 石油が高騰すると、大型乗用車やフルサイズピックアップ、SUV などの大廃棄量車の販売が一時的に低迷するが、2013年にはフルサイズピックアップが最も売れた自動車となり、ハイブリッド車や小型車の販売は低迷している。米国ではフォルクスワーゲンがアウディを含めたほぼ全ての車種でディーゼルを提供するなど、ディーゼル乗用車で先行しており、 2013年には販売台数が初めて10万台を超えた。これはフォルクスワーゲンの総販売台数の約4分の1である。米国でもディーゼル車は燃費がよく割高な車体価格の差も1から2年で回収でき、より剣道に作られていることから長持ちし、中古車価格も同クラスのガソリン車より高いなどの認識も広まりつつある。 2013年の送信者販売の約1%がディーゼル車と低い比率であるが欧州メーカーに次いで米国メーカーによるディーゼル車の投入も予定されており2017年にはディーゼル車は60車種に達し2018年には小型乗用車市場ではシェア10%になるとの予測も出されている約二千万台と世界最大の自動車市場であるが二千十二年の ディーゼル乗用車の世界シェアは約1%でしかない。中国では自動車普及率が未だに低く、人口は日本の10倍以上であるが2010年の保有台数は日本とほぼ同じ7600万台であった。今後、自動車市場はさらに拡大していき、新エネルギー車の需要も増え、ディーゼル車も普及していくと考えられている。なお、中国では 自動車規格に入らない高運期期限のディーゼル機関搭載の農用車というか持つ車両区分があり、90年代後半には年間約300万台が販売され、保有台数は3000万台を超えていた。2000年代に入り、農用車から自動車への買い替えが進んでおり、農用車の販売は200万台まで減少し、保有台数も2400万台となった。 この2から300万台という年間販売台数は、ディーゼル車が大きく普及している西欧での、販売台数の6の700万台に比べ無視できない大きな数値となっている。日本では次世代自動車として、ハイブリッドや EV、燃料電池車などが注目されており、また小型車特に軽自動車への乗り換えも起きているが、ディーゼル車は普及していない。 日本におけるディーゼル乗用車の保有台数は1970年代まではごくわずかであったが80年代には乗用車保有台数の1%から90年代初めには約8%まで上昇した90年代半ばには保有台数が約500万台でディーゼル車の割合は11%まで上昇したが90年代後半から減少している ディーゼル乗用車の新車登録は2008年には3000台、2010年は約1万台、2013年には推定8万台となっており、ディーゼル車の比率はビビたるものである。ちなみに2014年10月の時点で日本で販売されていたディーゼル車は国産7車種、輸入車11車種でしかなかった。小型商用車ではディーゼルの割合は少し高く約1割が ディーゼル車となっている。イスズ自動車はかつて乗用車事業を行っていた時代、ディーゼル車を販売の主力としていた。第二次オイルショック後には国内販売される乗用車の多くにディーゼルエンジンが用意され、新車販売台数のうち5%程度をディーゼル車が占めた時期もあった。しかしながら、その後の需要はバブル期前後にブームとなった RV 等に限られ、 排気ガス規制の強化とともに1990年代後半以降には販売が急減した。2001年6月、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における送料の削減等に関する特別措置法施行2002年10月、改正自動車ノックス PM 法に基づく排出基準に適合しない使用過程車の車種規制開始2003年5月、 日本自動車輸送技術協会において排出基準に適合しない使用過程車を排ガス分析し基準適合を確認。2007年9月、新長期規制が継続生産車にも適用開始された。それに先立つ同年7月、トヨタランドクルーザープラドの販売終了をもって日本国内で販売される日本車のディーゼル乗用車は消滅した。その後1年余り。 新長期規制に適合したディーゼル乗用車は日本車には存在しておらず、輸入車を含めた全ての乗用車のうち当時販売されたのはメルセデスベンツ E クラス 320CDI のみとなり、トヨタ、マツダなど各メーカーが規制に対応したディーゼル乗用車の開発を進めている状況であった。2008年9月4日、日産自動車が新長期規制を飛び越し、 ポスト新長期規制をもクリアするエクストレイルのクリーンディーゼル車を発表。同月18日より発売開始し、日本のディーゼル乗用車は復活を遂げた。これに用いられたエンジンは、ルノー製の MQR 型を日本市場に対応させたものである。2008年10月1日、三菱自動車は現行の新長期規制に対応したディーゼルエンジンのパジェロを発売した。 2012年2月、マツダは5処理装置を使用。2014年9月、マツダスカイアクティブ D 搭載車が国内販売累計10万台を達成。韓国では近年ディーゼル自動車の人気が高まっており、2013年の新車登録数では全体の43.5%をディーゼル自動車が占めて最多となっている。韓国の輸入車市場でもその傾向があり、 ディーゼル自動車を全面に出したドイツの自動車メーカーは韓国でのシェアを大きく伸ばす。一方、ディーゼル自動車をあまり投入していない日本メーカーはシェアを落としつつある。しかし、前述のフォルクスワーゲン製ディーゼル車の一部車種で排出ガス量が誤魔化されていた問題が発覚した後、韓国でのディーゼル車両の人気は下がっており、2017年7月の新車販売台数では、 ガソリン車がディーゼル車を上回った。また、ハイブリッドカーを得意とする日本車も韓国市場でのシェアを伸ばしている。一覧はディーゼルエンジン参照。ありがとうございます。